チャタム県とは、カナダのウンタリオ州南西部に位置する地方行政区の一つ、単一総自治体で市政が敷かれている。市内の多くは、田園と農地が広がっている。1790年代、テムズ川の周辺にあった海軍交渉が市の前身である、チャタム市の始まりである。19世紀のさなか、この地域は地下鉄道の一部であった。このため、チャタム県とは、 アフリカ系カナダ人の史跡をたどる場所の一つとなっている。アメリカからカナダへと逃亡してきた奴隷、難民を受け入れるために1841年に作られたアンクルトムの小屋は博物館となっている。1998年にケント軍とチャタム市は合併し、チャタムケント市となった。市内に23の地区を抱える。チャタムケントは農業と自動車産業を主体に、 多角的な経済の発展が見られる。チャタム市の自動車産業は、カナダ発祥の自動車会社の一つであったグレードオート、モーターズが基礎となっている。2006コミュニティプロファイルズ、コミュニティハイライツーチャタム県と、2008年5月13日閲覧。ありがとうございます。